はい、大規模データベースサーチの憂鬱ということでお話をさせていただきたいと思います。新潟大の三浦です。ほとんどの、話は吉田さんのお話と被っているところがあるんですけれども、データベースが大きくなったところでどういうことが起こるかという憂鬱の部分をお話ししたいと思います。あれ？あ、来た。お話の内容としてはここの部分になります。大規模データベースを用いるというのは、ちょっと普通じゃないプロテオミックスを行うという話で、大体そういうのは、主に道ゲノム、ゲノム道のものに対して、タンパク質を同定しようという場合に起こります。で、単一種のプロテオミックスをやりたいと思った場合に、ゲノムが分からなかったら、推定した禁煙種の配列をたくさん集めてきて、解析を行う。で、また、筋層とか複数種を含む場合というのは、あらかじめどんな種が混じっているかというのは分からないので、メタプロテオミクスというんですけれども、そういった場合にも、その大きなデータベースを、作ってしまうというところ、肥大化してしまうというところです。で、プロテオミクスのデータベース検索っていうのは、どういうデータベースを用意するのがいいかっていうところをよく言われていまして、すべての答えを含む最小サイズのセットというのが、一番いいんですけれども、肥大化させてしまったデータベースというのは、これに反しているんですね。で、そういったときに何が起こっていて、現状どういうふうに対処しているかというようなことをお話ししていきたいと思っています。で、私はメタプロテオミクスでのデータベース検索にどういうデータベースがいいかといったものを研究を、してるんですけれども、検証するためにメタプロテオミクスの解析を、避けて通れないっていうところがあって、で、いざ解析してみると、いろんな憂鬱が吹き出してくるというところがありますので、その辺を共有させていただければと思っています。で、メタプロテオミクスというのは、2004年にウィル・メスとボンドという人たちが、その特定の時点での、環境微生物層のタンパク質補体全体の大規模な特性評価という大行な言い方でメタプロテオミクスという言葉を導入したんですけれども、要はサンプル中のタンパク質と生物種のカタログを得るということです。で、2009年にはショットガンプロテオミクスで、その腸内細菌の研究というものが始まってきています。で、パブメドでそのメタプロテオミクスというワードで検索してやると、最近になると、年に140報とか、そういう数の論文が出版されているという状況です。で、一方、プロテオミクスの論文というのは、年に7500報ぐらい出ているそうで、そこから見ると、まだまだその小さい分野であるかもしれないですけれども、これからお話しするような、多分憂鬱があるところで、なかなかその進みづらいというところもあるかもしれません。で、腸内細菌のメタプロテオミクスなんですけれども、腸内細菌の組成とか恒常性が崩壊するディスバイオシスというものが起こると、さまざまな疾患の原因になるということで、一生懸命やられている、分野ではあるんですけれども、腸内細菌というのは、その1000種あって、細胞の数でいうと39兆もあるという、そういうくらいの菌がいるということで、人間の半分くらいはその腸内細菌でできてるんじゃないかとよく言われています。で、プロテオミクスとしては、タンパクを抽出してきて、消化して、LC-MS、MS で、同定していくという作業で、それほど、プロテオミクスとは変わるところがないんですけれども、このデータベースが、重要になってくるという、わけです。で、菌種ですとか、その分布量も全部見ても、個人差もすごく大きくて、大変なことになります。で、大雑把に言って、1000種の菌が、1000個タンパク持ってたとすると、100万タンパク質を同定しなきゃいけないということになってくるという、大雑把ですけれども、そんな形です。で、その大事だと、言っている、そのメタプロテオミクスに用いる配列データベースには、その4つのカテゴリーが、考えられていて、1つはマッチドメタゲノムといって、その解析するサンプルでメタゲノム解析をしてやって、そのゲノム配列からアミノ酸配列を見出してデータベースにするというもので、これがうまくいけば、一番いいんですけれども、メタゲノム
の解析からゲノム配列をその高品位で取るということは結構コストの高い方法で、まあ、なかなかやれるグループは少ないというところです。で、だからというところはあるんですけれども、アンマッチドメタゲノムというカテゴリーがあって、その腸内細菌とか口腔細菌とか、まあ、同じカテゴリーの系でそのメタゲノム解析を行ったデータを収集して作るデータベースというのがあります。で、このデータベースについてはちょっと次のスライドでもう少しお話をします。で、アンリストリクテッドリファランスというのは、その、まあ、言ってみればユニプロットとか NCBI の公共データベースを使うというものです。ただ、そのメタゲノムプロジェクトなんかで出てくるマグの8割から9割っていうのは、そのこういった一般のリポジトリに存在しない無名の種に属していたりするので、まあ、同定率はそれほど高くない。で、リストリクテッドリファランスというのは、その解析するサンプルのメタゲノムをやるのは大変なので、16S なんかでその筋層の情報を得て、まあ、そのデータを取ってきてデータベースにするというようなものです。で、腸内細菌のアンマッチドメタゲノムデータベースというのは、やっぱり古くからといっても、まあ、メタゲノムの歴史が20年くらいしかないので、まあ、その、まあ、後半に当たるんですかね、2010年頃からその発表され始めていて、まあ、その頃300万配列くらいのところから始まって、その順々に増えていって、この IGC という1000万配列のデータベースが割と広く使われているデータベースですね。で、まあ、最近はそのかき集めて1億7000万配列というようなデータベースも出てきています。で、一方、その CGR というのは、その糞便サンプルから培養された6000種類以上の細菌から取ってきたデータベースで、培養できたというところで高品位なドラフトゲノムが得られているというようなものであったり、その特徴的なのは、この日本人だけを集めたデータベースというものもあって、まあ、そういう、こういったものが、そのメタプロテオミクス、腸内細菌のメタプロテオミクスに使われているというところです。で、そのサイズ感をちょっと見てみようと思うんですけれども、この白血病患者56名212サンプルのメタゲノムとメタプロテオミクス解析を行ったという、ところで、そのサイズを見てみたという研究がありました。で、マッチドメタゲノムというのは、そのメタゲノムから取ってきた配列データベースで、ペプチドに消化すると4000万くらいあって、IGC は一方で8000万くらいあって、まあ、数は倍ぐらいあるんですけれども、そのこのベン図を見ると、サンプルスペシフィックに対して IGC っていうのは、まあ、こういうサイズ感で、オーバーラップしているのが2000万弱、半分くらいですね、半分くらい。で、まあ、一緒にスイス公共データベースでスイスプロットも載せてあるんですけれども、まあ、これはほとんどまあ、重なっているところが少ないという状態です。で、これから、この212件のサンプルから得られているスペクトルの数っていうのが、まあ、1500万くらいあって、PSM としては140万程度あったらしいんですが、そのアイデンティファイド、ユニークなペプタイドがいくつずつあったかっていうと、その、まあ、共通で得られているのが17万くらいなので、まあ、ちょうどこれの10分の1くらいですね。で、まあ、サンプルスペシフィックの方が少し多くの、まあ、ペプチドが、まあ、同定できているというような、まあ、こんなサイズ感になっています。で、PSM 自体も、その1500万スペクトルの中から140万なんで、同定率が10%くらいでそれほど高くないというところです。で、大規模なデータベースを用いると、まあ、感度低下が起こるってよく言われてるんですけれども、まあ、何が起こるかっていうところを少しお話ししたいと思います。で、これ先ほど出てきたターゲットデコイで、その FDR を制御しましょうという話なんですけれども、まあ、FDR は、まあ、ここの部分の、そのこの T の下の割合になるんですけれども、そのこの時の理想的なデコイ配列っていうのをどうやって作っていくかっていうと、そのアミノ酸分布ですとか、そのタンパク質配列長の分布っていうのが、まあ、ターゲットと同じになるようにすると。で、配列の数も同じになるんです。で、同定ペプチド数も同じになるようにしなきゃいけなくて、で、共通に同定されるペプチドがないという、これ、まあ、空間として直行しててほしいということですね。なので、そのこういう条件からいくと、配列をひっくり返してやって
リバースするとか、まあ、シャッフルするとか、そういったことで分布が変わらないようにするというのはよく使われている方法になります。で、まあ、データベースのサイズが大きくなっていくと、ターゲットの PSM っていうのは、まあ、当然答えの数が限られているので、どっかで出てくるんですけど、で、こういう PSM は、まあ、むちゃくちゃに当たっていくので、まあ、直線的に伸びていくと。で、同定される数がターゲット PSM に対してもずれが生じているので、先ほどの条件のこの4番というのがもうすでに崩れているんですけれども、それが何を起こすかっていうと、まあ、この分布が単純に同じだったとしてどんどん大きくなっていくと、まあ、重なりの部分でこのスコア値がどんどん上がっていって、ターゲット PSM の数が減るっていうようなことが起こります。で、先ほどのその白血病の例でも、FDR1% でマックスポントで普通の解析をするとほとんど PSM が出てこなくて、後処理としてパーコレッターという、まあ後でお話しますけれども、そういったソフトを使ってやっています。で、お話し忘れました。その対策としては、いくつかのステップを経て、まあ、データベースを小さくしていくっていう方法と、その機械学習を使ったり、デコイフリー、デコイ使わない方法というのものを、まあ、考えられていて対応しているというところです。で、2ステップ法というまあ、データベースを絞り込んでいく方法なんですけれども、1回目の検索ではターゲットだけを検索します。で、そのターゲット PSM が含まれているアミノ酸配列、タンパク質を取ってきて、2回目に普通の検索、ターゲットデコイ検索をする。で、一見、ちゃんとしているようには思うんですけれども、ちょっとここ隠れちゃったな。ターゲットの分布は当然1回目で選んでるので変わらなくて、そのデコイの空間だけ、キュッとこう縮めているという。だから、その PSM が、スコア値が下がって、PSM が増えますよ、みたいな、そういうことになってるんですけれども、本当は、ここを取らなきゃいけないのに、実際はここしか検索してないという、そのデコイ空間の過小評価が起こってるんではないかという、まあ言ってる人たちもいて、その使う人と使わない人と二分されているような、まあ、方法です。で、実際にその口腔粘膜組織についてのそのメタプロテオミクスをやったという仕事があって、この人たちはまあ、口腔細菌のデータベースと、そのユニプロットのヒューマンのプロテオミクスデータベースを使うんですけれど、ヒューマンだけでやって、まあ、4800くらいのペプチドが取れていたというところが、口腔細菌のそのデータベース配列を足すと、まあ、下がるわけですね。で、その先ほどお話しした2ステップをやると、まあ、増えるんですけれども、そのデータベースを、まあ、先ほどの、話から当たり前というか当たり前なんですけれども、データベースを大きくすると、この PSM が減るという、その憂鬱のもとというのが、まあ、ここでも見て取れるんですが、まあ、2ステップで検索すると、まあ、回復するというような話にはなっています。で、その2ステップは、いい悪いが結構、よく話されてるんですけれども、他の方法はないかというところで、その機械学習ですとか、そういうペプタイ、デコイフリーのような方法ということも行われていて、例えばパーコレーターという方法では、最初1回目の検索で FDR をもう考えずに、ターゲットの PSM 全部とデコイで当たったもの全部というものを読み込んできて、その他スコアとかエンパシーとか、まあ、こういった情報を全部混ぜこぜにして、ランキング SVM という方法で、PSM を決めちゃおうということが行われています。で、SVM ってサポートベクターマシーンというんですけれども、ものを2つに分類するという方法になっています。で、例えばパラメータ1とパラメータ2っていうと平面図に書けるんですけど、こうやって2つのカテゴリーをこうきちっと分けるような方法で、で、これに、まあ、順位付けられた、あるパラメータで順位付けられたもののランキングも一緒に学習して、ランキングも推定していくというのがランキング SVM になっています。で、実際には、この絵では1パラメータで平面に書けるんですけれども、パーコレッターでは47くらいの、まあ、N 次元空間ですね。の中で、スパッとどっかの面か線かで切って、分類するという方法になっています。
で、もう一つ、ペプタイドプロフェットという方法で、これはデコイを使わないというアプローチなんですが、このターゲットの PSM を今、分布を赤で書いてあって、デコイの PSM を緑で分布が書かれてるんですけど、こうしてみると、低スコアのところっていうのが、ほとんど被っているというふうに見えるんですね。なので、この部分を、ターゲットの分布だけから推定してやったらいいんじゃないかというのが、この方法の考え方です。で、データベース検索でのこのシークエストのスコアを、線形結合を取ってやって、再スコアリングしてやる。で、その再スコアリングは、フィッティングか、学習かやってるんですけれども、線形結合係数を決めるときに、正しく同定されているものは正値。誤同定されているものは不値になるように、経験的に決められたスコアで、これを改めてこういうふうに分布し直すわけですね。で、あとは、パラメトリックの場合は、そのガウス分布とガマ分布かなんかにフィットしていて、で、ノンパラメトリックだと、こういう曲線にフィットしてやって、PSM を出すということになっています。で、例えば、そのコメットとパーコレーターで、この径、えーと、まあ、この、この最近の K なんですけれども、PSM が1万5000くらいパーコレーターを使うと取れるというものに対して、ペプタイドプロフェットで、パラメトリックでやると1万6000くらい取れる。で、ノンパラメトリックでやると1万5000くらいでパーコレーターと同等になる。で、一見するとパラメトリックの方が良さそうなんですけれども、この分布見るとずれてるので、何かが起こっていて、数が増えているということで、信頼性はちょっと低いなというふうには思います。で、そうやって FDR についてはいろいろ頑張ってやっているところはあるんですけど、それ以外の憂鬱というのもあって、本来同定されるべきペプチドがあれば、そいつはすんなり高スコアで、同定されるんですけれど、ゲノムミッチで禁煙の種とかをかき集めてきたり、もともと何が入っているかわからないものに対して、たくさんの配列を持ってきて、このメタプロテオミクスなんかをやった場合に、こいつがないというような場合、別な代替スペクトルがそこそこのスコアで当たっちゃうというようなことが、往々にして起こると、推察されるんですね。で、そういった場合にそれが、テストとかで何かをやってるときは確かめようがあって、そこで十分検証する必要があると思うんですけど、本当に未知のものを解析したときにはそういうのは確かめようがないので、そういったところもちょっと憂鬱の種だなというふうには感じています。で、タキソノミー推定というものも、メタプロテオミクスの場合は、タンパクと生物種と両方決めなきゃいけないんですけれども、これについても、生物間で共有されているものには、その共通祖先を与えるという方法と、先ほどのオッカムのカミソリではないんですけど、タンパク質推定と、同様に考える方法とが、あります。で、共通祖先を与えるものっていうのは、例えば、その NCBI のタキソノミーデータベースとユニプロットの配列っていうのを、インシリコダイジェション、ペプチドが欲しいので、ダイジェションしといて、結びつけたデータベースっていうのを作っといてやると、あるペプチドで検索すると、当たるスピシーズっていうのがバーッと出てきて、その順番に見ていくと、ここが共通祖先だなというものが、すぐにわかるということになってます。で、これはユニペプトとか、そのメタラボとかっていう、解析ツールに実装されています。で、タンパク推定と同じようにして、そのパーシモニーを使って、やるっていうような方法もあって、で、その場合は、特異的な、先ほど吉田さんのお話にもありましたけれども、特異的なペプチドですとか、最も多くアサインされた生物種みたいなものを、参考にして、1個のペプチドは1つの種のプロテオンしか結びつかないというような、こういったパターンだと、5個全部ここにあるので、この B が、推定されるだろうというような、で、ここのパターンだと、最初に3本ここで来ていて、最も数が多いので、この3本はまず同定しておいて、こいつが消えた時に、次はこの2本だなということで、これを同定する。で、パターンさんも同じように、特異的なものについてはもうそのまま算した後、順番に2本、2本というふうにして、種を推定していくというような、こういう方法も、用いられていて、ある程度タキソノミーも推定はできるんですけど、タンパク推定と同じように、これは推定であって、本当はどこにいるかっていう、
どの種が発現しているかっていうのは、まあ、正確には分からないといったところです。で、僕の話をまとめさせていただきますと、そのメタプロテオミクスや未知種のプロテオムについて、大規模なデータベースがいるんだけれど、やみくもにデータベースを肥大化させるというのは問題が起きて、FDR とか二性ペプチドの問題が起こったりすると。で、単一種にはないタキノミ推定というのもあって、タンパク推定と一緒にその物事を複雑にしているという面があります。で、こういうことについて、まあ、自分が進めている仕事の中から、まあ、簡単に解説していって、憂鬱を共有していただいたというところです。で、メタプロテオミクスでは、その効果的なアイレスデータベースの構築とか、まあ、微動態判定法というのも、この憂鬱に応えてくれるような、まあ、新技術みたいなものが不可欠だというふうに考えていて、まあ、これらの実現によって、その信頼できるペプチドが、まあ、数多く到底できるようになってくれば、そのメタプロテオミクスの信頼度っていう、まあ、ものも向上していくんじゃないかなというふうに思っています。以上です。ご清聴ありがとうございました。